そして後半戦、前半戦でも活躍してくれたこのモンスターです。呼び込みたいと思います。モンスターミーメイ。再び見れるんですね、彼の試合が。はい、それではウリさん、よろしくお願いいたします。次のチャレンジャーはこいつだ。ラッパーのドリーって言います。21歳です。お願いします。バトル見始めたきっかけはジョー君対ユーテダンサー君の高校生ラップ選手権だったんですけど、サッカー部の文化祭で MC バトルをやったのがきっかけで、19歳ぐらいからラップを始めました。まあ、今回は若手同士の対決ということで、バチバチ倒しに行くスタイルをかましたいと思います。ライムにつなげる部分の言葉とかは、8小節の作り方とかは、ミメイさんより勝ってるかなと思います。まずはミメイさん、選んでいただきありがとうございました。最後の、インタビューで正直負ける気はしないって言ってたんですけど、まあ、今回その足元を救いに行くのが僕の役目だと思うので、バチバチ勝ちに行きます。お願いします。チャレンジャードリーお願いします。さあ、戦っていただくビートはこちらになります。おお、テンション上がるっすね。めっちゃいい。イエイ。先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。先攻で。オッケー、先攻チャレンジャードリー、後攻モンスター未明、発祥節3本勝負、 DJ ケンゴーかませー。書いたって書いた恥、でも姿勢はいつも前のめり。 yeah, 俺がマイクで吐いた意味、 yeah, くすぶる脱力グループバイタリティ、見せてく気力活力、あとは実力、最後迫力、未明の壁ならまずこす、だって人生コツコツがカツコツ、強カツコツ思ってるぜ。そうだな、うん、まあそこそこスキルはなかなかやるけど、未明の壁なら高かった。言うて最後負けるの見えてる、あんたどれに追いつけないぜ。赤の他人相手ケツ合うそうだけども適当に白黒つけるか。リスペあるよ、尊敬は俺挑戦者、今が正念場、マイクを持てれば表現者、力に変わる仲間の応援が、いつもやってること困らずにやってるこのゲーム、俺の勝利で負け閉じる、ついでに未明の白落ちる。では白は落ちないぜ、別に俺は誰に負けても自分のスタンスはぶらさずに、それで白が落ちると思ってない主人公だから、まあドリーにはわからないだろうね、この意味わかるかな。ビートを一人旅、ドリーに対してニモみたいな。いや、あんたのバトルを見てたらそうだね、思うことならば大概そう、もういい仕込みと外来語、今日の未明物足りないよマジで、言ってることすらわからねえ、俺はずっと昔からこう必死に生きる不確かな今日、あの日食らったスパルタリゾン。Yo, 確かな今日、俺はそうだな、明日から今日、今日から明日、明日はあるとアスファルトを踏みしめここまで来たのさ、それが君との違い、そう物足りな、そうと言うならあなたが俺のことを引き出そうとしてくれなきゃダメだぜ。終了。さあ、それでは判定に入りたいと思います。 Let's judge。勝者モンスターミメイ。な、一言あれば。ありがとうございました。前回に続いて負けちゃってすごい悔しいんですけど、自分の84歳のおばあちゃんがこの前東京マラソンを完走したんですけど、そうです、それに続いて僕も頑張ろうと思ったんですけど負けちゃいました。またしっかり精進して頑張ります。ありがとうございました。よし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 、また来てください。ドリーとドリーのおばあちゃんにでっかい拍手。